はい、そんな感じで今日はちょっと話し会にしたいと思います。どうもこんばんは、気まぐれ7時放送局、鈴木聡トリオのボーカル&ギター鈴木聡です。どうもよろしくお願いします。はい、ですね、今日はで早速、黒部スペシャルということで、なんで黒部なのかって話ですけども、まあ1週間何してましたかといういつもの質問で、先週ですね、週末富山に行っていました。はい、富山はですね、実を言いますと、まあ、1日目に富山市に行ったんですけども、富山市内ですね、富山市行って、ザ・チューリップっていうですね、僕の大好きな、バンドがいるんですけども、まあバンドがいるんですけども皆さんご存知だと思うんですけども、50周年記念のライブがありまして、実は新潟公演がなくてですね、富山ということで、富山も実はコロナ云々で1年延期になって、で僕もたまたま間チケットが買えたっていうですね、まあ本当ラッキーだったんですけど、で富山市に行ってきました。本当に素晴らしいライブで、はい、でその、まあ、ライブの感想はもろもろ投稿で書いたりもしてるんですけど、翌日にですね、新潟にこう戻りながら、まあ比べてのは新潟の方というか新潟寄りって言いますかね、なので、帰りながらですね、黒部の宇奈月というところに、行ってきました。黒部渓谷ということでですね、行ってきたんですけども、はい、なぜ黒部だったかという話をしたいと思います。あ、どうもこんばんは。はい、コメントを読む余裕があるでしょうか、途中でなくなってくると思いますけども、はい、黒部行ってきたんです。実はですね、小さい頃に多分本当に10歳かもっと若くちっちゃい頃だったかもしれないですけど、黒部に行ったことがあって、その雰囲気っていうか、イメージとか雰囲気だけは覚えてるんですね。どんな景色だったとかは全然ないんだけど、なんかそこでそれはずっと覚えてて、なんか行きたいなと思ってるんですけど、かれこれもう40年ぐらい経ってですね、まあ、今回その富山にチューリップ行くっていうのはもうだいぶ前から、半年ぐらい前から決まってたので、ちょっと富山黒部行ってみようかなと思ったんですね。まあ実は言うとですね、小さい頃行ったっていうのも、実は私の覚え間違いだってことが実は判明しましてですね、立山黒部アルペンルートってなんですけど、まあ後から話していくんですけど、要は違うルートがあって、そこから僕は黒部を見ていたんですね。まあそういうまず話があってですね、まあそれと、まあなんで黒部行ったかっていうのがですね、実は私ダム好きでございましてですね、まあ、ダム好きといってもですね、ダムマニアとかそういったそういった手のものじゃないんですけども、本当にダムを見るのが好きなんですけど、それで黒部にはね、たくさんのこうダムがありまして、要するにけあのなんていうの、勾配が急なもんですからですね、こういくつかのダムでこうなんていうんですかね、だんだん緩くしていくわけですね。でさらに、ダムっていうのは水防ダムっていうのと砂防ダムってやって、まあ私たちってよく思い浮かぶのは、まあ、特に新潟の人とかは水を貯めるダムですね。水をせき止めて水を落として発電するっていう、まあなんですけども、それに加えてですね、なんと砂をせき止める、つまり土石流なんかをこうせき止める砂防ダムというのがありましてですね、黒部にはそれを見ることができるんですね。ということで黒部が非常にダムを見るにしてもすごく面白いところであるということであります。まあなんか、まあそういうことで、あ、まあそんなことで、黒部にぜひ行きたいということでありました。はい、なかなか一人で喋ってるとですね、だんだんと演説家みたいになってくるんですけど、ごめんなさい、ちょっと我慢していただいて。で黒部の存在、黒部って言ったらやっぱりですね、黒部ダム、まあ有名な黒部ダム、日本一の黒部ダムとかあるんですけども、まあ黒部ダムっていうのは俗に黒四と言ってて、黒四ダムという呼ばれて、まあ黒部の4番目にできたすごいでかいダムなんですけども、まあ実はですね、まあ正直な話しますと、私宇奈月っていうところからこうトロッコ列線でこう山登っていくわけですけども、そこにはですね、黒四ダムに行くルートがないんですね。つまり第一、第二、第三はトロッコで見れるんですけど、黒四っていうのは実はこっちから見ると反対側の長野ルートっていうか、長野アルペン、立山アルペンルート、つまり僕が小さい頃行ったルートからじゃないと黒四に行けないっていうことが
判明していました。判明した、まあ分かったんですけど、まあそんなことで、実は黒4には行っていない。正直な話しますですね。はい。で、まああの黒4ダムといえばですね、あの、まあ、黒部の太陽という、まああの映画が、まあ昭和43年だったかな、あのにあったんですけども、非常に有名で、まあそれは今言ったその、あのトンネルだからあの、大町トンネルっていうか今なんていうの関電トンネルとかな関西電力の関電トンネルという、トンネルを作るあの大変なあの様をですね撮った映画なんですけども撮った映画とか、まあ、再現した映画なんですけどもこれがあの本当に世紀の、大工事ってことでですね僕もあの記念館みたいなとこ行ったんですけど、まあ、そこに破砕帯というですねあのいわゆるそのダンス活断層のあの石が細かくてあのそれを抜いてしまうとザーッと水が出てくるっていう、まあ、そういう大変なところを抜いていくっていう工事したんですけど破砕帯をこうドリルで開けるみたいなですねそういう資料館がありましてそこにかなり興奮を覚えたわけなんですけども、まあ、そんな、とにかく破砕帯にぶつかって黒部は大変な、あの世紀の大工事を行ったということでした。はい。で、なんか喋ってるとだんだん緊張してきたのなんかそれでそうそうあの黒部の太陽っていうのはあの、まあ、映画の話をちょっといくんですけどあの三船敏郎っていうあのすごい偉大な俳優さんがいて、まあ、それはあのいわゆる東宝映画東宝という、ところに所属してた方であとは片やそのアクションスターの石原裕次郎さんですね太陽に吠えるのおなじみのは、まあ、日活という新進系の映画配給会社にいてでその人の2大トップスターがですね一緒の映画に出るというのは当時としてはすごく画期的というか革命的なあの映画だったそうです。あのその頃ちょうどお互いに三船さんも石原さんもあの自分のプロダクションを立てて独立するんですけどもとにかくその頃ってそのいわゆるそのなんていうの所属映画会社の俳優さんっていうのは他の映画に出ちゃいけないみたいなそういうのがあってそれをこう常識を破ったっていうそういう意味でもすごい映画だったそうです。なのであのご覧になった方はぜひ見てください。はい。まあそんなことでですねあの黒部の話をひたすらしてましたけどもはい。じゃあ実際その行ってみてどうだったかっていう話をするんですけどあの本当にあの自然とですね人工物がこう織りなす景観がですね圧巻というか本当に美しくてまあ僕はトロッコ列車っていうのでノー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 行くんですけど黒部川っていうのはあの水がですねエメラルド色っていうか本当にあの緑色なんですよね。あのそれがすごく本当に綺麗で綺麗でした。でそれがもう本当にもう何とも言えないというかそこにこう人工物のダムがこういくつもいくつもあってすごくあの感動を覚えたという次第なんですけどもあの実はその欅平っていう頂上にいた時ですね僕あの気まぐれ7時放送局出張編っていうのをですねあの5分ぐらいやりました。あのなんかアーカイブ残ってるのでぜひ見てみてください。僕の興奮した様子がですねあの見れると思いますのでまあそんなことでした。であの実はすごいニュースがあってあのいわゆる僕が言ったその欅平ってところからごめんなさい黒4には今行けないんですけども実はその工事ルートっていうのがあって工事車両だけが行けるっていうあのルートがあるんですけどもそれがなんと来年の2024年にあの開通するっていうですねあの情報を手に入れました。ネットに書いてありました。あの黒部宇奈月キャニオンルートっていうのがですね実は新設されてこれはもう私来年また行かんばないなと行かなきゃいけないなとこういうふうに思っています。なのでトロッコ乗ってってさらにあの工事列車っていうのかなに乗っていくと黒4のところに出れるっていうですね本当にすごいすごいルートが完成するそうですということで、お知らせでした。まあ、以上私の方からは私のあの話でしたけども失礼しました。ありがとうございました。ということで、お待ちどおさまでした。青木さんをちょっと呼んでみたいと思います。さんこんばんは。ドラマお話お願いします。アントパスのあきらみです。はい、すみません。今日はリモートで失礼します。あのダムのコメントいろいろしてましたね。
僕も何度かダムに行ったことがありますって方だったり、昨日もなんとかダムに行きましたよみたいな、チューリップの話はツアー中に、あ、今ちょっと送っちゃった、ツアー中どうのこうのみたいな方だったり、あ、こんばんは、ひろみチャンネルの皆様こんばんは、ありがとうございます、こんばんは、はい、すいません、今日はこちらのさとしチャンネルからお送りしております。ひろみチャンネルのご覧の皆さん、すいません、はい、ダムの話すごい結構あれですね、あの語ってましたね語ってましたね、だんだんと緊張ですね、緊張してたんですね、喋ってるうちにだんだん緊張してきました。ダムの話って結構、うん、女子はよく分かんないから、あの男性がすごい飛びついてる感じ、女性はね、なるほど、ダム魅力って、でもダムのファン結構いますよね、どうだろう、男性に多い気がする、意外といるんですよね、聞かないかも、ダムに行ったよとか、そういう話しない、まあ女の子って先週ダム行ったよなんて話しないですもんね、お前ね、先週ダム行ったよなんかダムカレーみたいのを食べたような話はしたことがある、そのカレーのダムカレーね、山になってて、まあね、崩すとこうカレーが出てくるみたいなやつ、うん、そのダムカレーわかりました、もちろん、はい、ってことですかね、はい、なんかダムにはやっぱり、まあ、男の人が好きだったらなんか、ね、ダムにはロマンがあるんでしょうね、きっとね、あ、杉さん、あの、うん、お土産ありがとうございます、はい、あ、これから明けようと思って皆さんにご紹介なんか、あ、いいですね、それは何ですか、おお、はい、お水が美味しいところっていうのは美味しいですよね、お邪魔します、お邪魔しますいただきます、お邪魔ありがとうございます、飲んでライブの口を飲みます、飲みます、飲んでライブの口を飲みます、あと一人がですね、いよいよ来週ですね、5月27日、仙台に参ります、仙台ライブハウス&サードで、インソーク鈴木聡人カムヒアマイディアツアー2023 in 仙台ということでですね、秋田のハロスとアランドグレープフルーツ、あとムササビ畑の4バンドでやります、ぜひ、いらしてください、はい、翌日は5月28日山形プレイグラウンドカフェボックスで、アコースティック、ライブは、あの3人で最近やってるあのマイクなしでやるんですね、また全然風変わりなライブやりますので、はい、1日目とはね違うライブやりますので、もし両日いらっしゃる方がいれば、まあ、山形と仙台近いのでぜひいらしてください、お願いします、ハートが飛んでます、ハートが飛んでますよ、ありがとうございます、ハートが飛んでます、ね、仙台と山形のグルメを調べてみました、おーい、あ、なんか電波の調子が、はい、おーい、おーい、仙台何を調べました、あ、なんか時間がカクカクしてますけど、はい、カクカク聞こえてますよ、カクカクしてるけど、なそちら大丈夫だと思います、あのグルメの話をしようと思ったんですけど、はい、まだ時間大丈夫ですか、仙台で食べたいものは仙台麻婆焼きそばです、お、はいはい、なんか調べてたら仙台麻婆焼きそばって出て、麻婆焼きそば、麻婆豆腐の麻婆、だからイタリアンの麻婆豆腐味みたいな感じ、イメージ的にちょっと近いかもしれません、あの食べてみたいなと思ってます、はい、だったら、はい、いいですね、そして
赤湯辛味噌ラーメン、うん、有名ですよね。それちょっと有名かもしれないね。ポーファラン、うん、辛味噌ラーメン、赤湯ね、はいはいはい、ね、新潟で言うと私みたいな武蔵、仙台の方からコメントが、ね、そうそう、それはどうだろう、あ、微妙なのかな微妙なのかしら地元グルメの B 級だからね、はい、ってことでした。はい、そうですね、あと何ありますか、はい、大丈夫、いやもうあの本日ではしっかり喋らせてもらったので、はい、あとあの僕のあの富山日記はもうちょっと続くので、欅平という頂上に行ったと、あと帰りちょっと高台寄ってきたんですけど、その話で、エンドしたいと思います。でその翌週からはもうライブ1本で投稿していきたいと思います。ラーメンは山形市から遠いかも、はい、あら、なるほど、あ、な、鶏中華とか、鶏中華とか、なんかいろんな情報が来てます、はい、あ、はい、こんばんは。はい、いろんなグルメ情報ありがとうございます。グルメ情報がね、ですね、はい、あ、はい、これまだ、26ということで、今日もライブスペシャルということでですね、引き続きやっていきたいと思いますので、また来週もぜひこのチャンネル、もしくはひろみチャンネルで、に遊びに来てください、お届けしましたのは鈴木聡とボーカル&ギターの鈴木聡と、ありがとうございます。それでは皆さん、よろしくお願いします。ありがとうございました。あ、明日だった。失礼します。あ、もうあれかな、はい、おやすみなさい、また来週、おやすみなさい、失礼します。おやすみ、ハートありがとうございます。